こんにちは。キャラクター別人材育成キャラ育コーチの阿部です。本日のですね、テーマはパフォーマンスの方程式です。パフォーマンス、まあ、例えば対象、まあ、子供にね、何か教えてる指導者の方だったり、親御さんがこの動画を見てる方が多いと思うんですけど、このパフォーマンスっていうのを、例えばテスト、勉強とか音楽とかスポーツとか何でもいいです。そういうものなんか結果とか能力とかそういうものをパフォーマンスとすると、パフォーマンスが出る方程式って決まってて、で何をは分かるじゃないですか。つまりやり方方法論、まあ、考えたら足速くなるのも勉強できるのもやり方大事ですよね。でここを僕らすごく重視しすぎてしまってると思います。重視を。でもこの方程式ってやり方かけるどんな気持ちで、まあ、感情ででもいいですけど、これがすごく大事なんですよね。すごくイソップ童話だったと思うんですけど、3人のレンガ積み職人の話ってご存知でしょうか。レンガ職人の話、そう、面白いんですよ。このレンガを積んでる時にある3人いてね、レンガ職人にこうインタビューしたんです。 A さん、 A さん、今あなた何やってるんですか。おいおいおいと、見たらわかるだろうと、親方に言われて仕方なくレンガを積んでるんだ。雨の日も風の日も寒い日も本当に嫌になっちゃうよ。これが A さん。 B さん、あ、私はですね、家族を養うために今このレンガ積みをしてるんです。 B さん。次 C さん、私はですね、世界に残るような教会を作るために今レンガ積みをしてるんです。同じレンガ積みなんです。同じレンガ積みなんですけど、この話は続きがあって A、B、C、 その後ですね、追跡していくと全く10年後違う仕事についてらっしゃるんですね。まあ、ちょっと前後話正しくないかもしれないですけど、 A さんはどうなったと思いますか。いやいや、やってた人変わんなかったんですよ。同じ平社員。 B さんとは確か家族のため、レンガ職人の親方、つまりその会社では社長でしょうか。 C さんどうなったでしょうか。その村、町一番の会社を起こしたそうです。同じレンガ積みですけど、なんで結果が変わるのか。そう、どんな気持ちで、ここが人のパフォーマンスに大きな影響を与えるんです。多分皆さんもね、経験あると思うんですよ。ノリノリでやってる勉強と、いやいややってる勉強と本当違うと思いますし、だから遊びの時間ってあっという間に過ぎたりとか。今保育士養成校で19歳20歳のですね、保育士になる、なりたい人たちもね、学生やってて、いろんなノートを添削をしていくんですけど、日々の気づきとかね。でその中でバイトのことを結構書く子が多くて、で今日はメンバーが良かったからバイトがすごくはかどった。同じバイトなのメンバーが違う、どんな気持ちでが違うわけですね。どんな気持ちで、でこれメンタルトレーニング僕すごく大事にしてるんで、なんかメンタルっていうと皆さん結構なんですか、気合根性とかリラックスって思うかもしれないですけど、メンタルって本当は12個あるんです。12個。で気持ちって言っても12個の気持ちがあって、それを具体的に高めてがメンタルトレーニングなんですけど、本当に1個忘れてほしくないのは、今日ちょっとそこまで詳しく説明できないんで、やり方方法論大事、掛け算なんで、でもそれが全てじゃない。気持ち、感情、エモーションマネージメント、本当そのあたりも大事なんで、子供たちを伸ばしていくときもそこを大事にしてほしいですし、もっと言うと自分が何かやっていくときもですね、指導者として何かこう対象者に何かを提供するときには、本当にその感覚を忘れてほしくないなと思います。この方程式ですね、まあ、今後も大事な部分をこうやって YouTube でお伝えしていくので楽しみにしてください。本日の動画でした。ありがとうございました。